それでは今回もブリー実況プレイやっていきたいと思います。ついにクリスマスがやってきたようです。ブリーの世界にもクリスマスがやってきたようです。早速やっていきましょう。何プレゼントかなんか。Hello, miss. どうも。Oh, there you are, Jimmy. うん。I'll make this quick. Your mom 親御さんからクリスマスプレゼント。おお。こういう感じで届くんだね。You are very lucky. Your mom 素晴らしいお母様。何くれたの？プレステ 4? Wii U? うわこれ。うわトナカイのセーター。鼻のところが飛び出てる。すごい。パフパフとか言うのかな。これでクリスマス限定のミッションみたいなのを受けれるようになるのかな。挑戦家の雪合戦。よし、行ってみましょう。それではこのミッション雪合戦、まあ、雪合戦って言ったらね、友達とワイワイ雪玉を投げ合うイメージですけど、ブリーの雪合戦はどんな雪合戦なんでしょうか。殺伐としてそうな気がします。なの汚ね、汚いなこのサンタ。おい小僧、口も悪い。俺の膝に乗るか。やだよ臭そう。この格好もひどいな。月に見放されちゃって、グリードランドに住んでてさ、うん、グリーンランドね、トナカイに囲まれてたんだぜ。I'm getting treated like a drunken fool. 何落ちぶれたサンタ。北極から放り出されて何があったの。自業自得じゃないの。気色悪くなってきたな。そう思うわな。Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me.変態だとか言って雪玉を投げてきやがった。え、そんな雪合戦なの？You're just like him, little red-haired bully. Hold on. Which kids? Those ones over there. あそこにいるやつ。Tough kids. 筋金入りの悪い子だな。Not the rich kids, fancy school like you. The Molly Cotton Mummy's boys like you.、うんYeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. まあ子供はね、こういうのいじめちゃったりするからね。ひどいよね。フランサー？何？誰？ルドルフ？友達？トナカイかよ。Hey.Listen, man. この声優さんも頑張ってんな。Where are these kids? Over there somewhere. あっちの方、曖昧だな情報が。何？そいつらと雪合戦するってこと？はしごに登ればいいの？はしごに登って、ここになんか雪が山積みになってる。で。タウニーに雪玉を、あ、その矢印ついてるやつ投げる。あ、ごめん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 、間違えた。こいつ、こいつにうまく当たらない、これ。あ、あれなんだ、どうした、失敗。大人にはぶつけるな。ルディが捕まっちまった。おお、捕まっちゃったの、さっきの変態おじさんが。変態おじさん、よし、今度はね、大人にぶつけないように気をつけていきましょう。よし、こう、1人目、来た。これ雪合戦じゃないよね。一方的にぶつけてない、向こう返してくんのか。当てた。うわー、これ重なってんな、難しい。何これ、動き、後ろの女の人。横通ればいいじゃん、避けていかねえのかよ。肩悪いな、こいつ。こっち行こう。よし、当てた。よし、今だったら当てれる。ひどいよね、こいつら。何したっていうの、今んとこ何もしてないよね。ただガキってだけで投げてんじゃねえの。ここまで子供が嫌いなサンタも珍しいよね。よし、
プレゼントじゃなくて雪玉をプレゼントする感じですね。グリーのあくそ、よし当てれた。危ねー、大人に当てないように。大人に当てたら終わっちゃうから。やばい、くそ、誰だ、こっち行こう、こっち行こう。待って、あくそ、あよし、あと一人。どこにいる、来た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 、こいつ、おら、ゴミ。これで終わり。これで満足か、おっさん。ありがとう、お前いいやつだ。本当。これでよくサンタの格好できるよな。変態。こいつも行っちゃうんだ。なんやかんやで助けるところはいいよね。こいつのいいとこだよね。バカにしておきながら。さあ次のミッションはインテリへの挑戦。行きましょう。ここかな。ここに入ればいいのかな。脱世店。なんか爬虫類みたいな頭の。わ、なんか汚ねえデブがいる。オタクの店か。インテリっつうかオタク、ホビーショップかなんかかな。すごい腹してんな。メタボすぎんだろ。人のこと言えねえけど。どこだ。あ、ここで受ければいいのか。インテリへの挑戦。何、クイズバトルとかそんな感じ。What's going on, sir? 何の騒ぎだ。下で会合やってるよ。そうか、分かった。何の会合。エルフがどうのこうの。あ、ゲームか。何してる。なんかプルってるプルってる。コンスモ。何これ、え、何これ、相撲、これ力士、あの日本の伝統のスポーツの、あ、それっぽい曲が。何すんの。新鮮な食べ物を食べさせて力士を成長させろ。腐った食べ物は避けるんだ。何このゲーム。この、こういうの、こういうの食えばいいの、こういうの、あ、なんかフグとか受けて、食べ物だけ食べればいいってこと、これ、そういうことか。わ、なんかいろいろ来るな。こ、あ、こういうのぶつかったら弾き飛ばされる。あー、相撲だから出たらダメなんだ、これ土俵から。土俵から出れるけど、この画面外出ちゃダメなのね。何このゲーム。また日本対して間違ったね、知識を持った人がね作ったような。なんだこれ。すごいな。日本好きなのか嫌いなのか分かんないよね、これを作った人は。よし、ハザーハザー。いいよ、進んでるよ。進んでんのか進んでんのか進んでないのか分かんないけど、これも完全動画の編集では早送りだよね。ここからもう早送りです。両方取ったのか、プラマイゼロか。よし、来た。もう、もう終わろう。もうしんどこ。もういいわ。これでハイスコア更新。やったー、1677キロ。相当太ったね。ギネス級か。スコアを破ったものに、このボトルランチャー、おー、今もらった。インテリのクラブハウスが使えるようになった。新しいセーブポイントがここでもセーブできるってことね。お、強そう、ボトルランチャー。何を飛ばすの。ちょっと待ってよ、使ってみたい。ここじゃ使えないのか。あ、使える。あ、すげえ。うわあ、怒られた。
ダメよ、何？ロケット花火？危ないからね、ダメだよ、ロケット花火は。そんな人に向けて撃ったら、ゲームだから許されるんであってね、現実ではそういうことしちゃいけませんので、皆さん気をつけてください。悪ノリでやっちゃいけませんのでね、悪ノリでロケット花火を使っちゃいけません。さあ今日はこの辺で一旦お開きとさせていただきたいと思います。それではまた見てください。バイビー。